のジャッジを持ってくる。何回も言う通り、コミュニケーション取り合い、取り合い、ずっと、ずっと。試合が終わってでも喋るわ。最後、最後。いい。何が起こっても、みんな同じように起きてるよ。仲間で支え合って、最後まで。最後まで。18人全員で。この辺にいるよ。え？キャプテン、梅。今日梅ですよ。さあ、クスの分も感じながら、向こうに残ってるやつの分も感じながら、全員で、ヒルムだ、いけるぞ、攻撃を勝つぞ、いいな、スタート。待ちに来てるぞ。OK、みんなもいろいろ言ってくれたけど、俺から一つだけ、相手にとって俺たちが戦いやすい相手には絶対ならないこと。みんな助け合って、良い店で絶対に。で、相手絶対好きあるから、そこ絶対ついて、今日絶対勝ってたよ。OK。よし、行くぞ。はい、その宇野木が行きます。宇野木シュートに行けるか。クラウン入っていった。最後決めたのは34番杉浦。水戸アウェーの地で先制です。1対0。先ほどのシーンです。これも大分のミスからですけどね。ただここちょっとね、シュート、ブロックが入ったのか少し触ってると思うんですよね。出るなんですかね。そのリフレクションのボールですよね。このボールをよく杉浦頭でね、前で触りましたよね。巻き込んでくるボールです。中央に上げてきました。ヘディングシュート。このこぼれ球、このセーブは救いましたね。素晴らしいセーブを見せていきました山口瑠衣。何度も完璧に捉えましたしね、この左手一本。やった初先発初勝利。
でもね、本当苦しかったと思うんだよ。でも練習からやっぱりやってるし、で競争してね、陽太 J 初勝利だな。スタッフ陣がね、いろいろ考えてくれたことをみんな本当遂行してくれた。もうこれが重なったからだよ、どっちかじゃない。で、まあいろんなことあったと思うけど、それをみんなが一つになってね、やろうっていうことがすごく大事だから。で、まあヒデ最後がちょっと出なかったけど、また次にパワーを貯めてまた頑張ってください。で、いつも言ってる、もちろんみんなが一番頑張ったから、でも残ったメンバーも今日向こうでまた頑張って、何回も勝っても負けてもみんなや。だからね、その雰囲気を絶対、みんなが作ってもらって、まあこれで一生いっぱい、一生いっぱい続けてるホームでさ、ただまあ平常心で、今日も冷静に見れば2点3点取れたかもしれない。これは課題、これは課題。そこでやっぱり落ち着いてボールロスしなければもっと楽になる。我々が次行きたいところってのはそういうところだ。そこにやっぱり矢印はしっかり向けてもう一回やっていきましょう。まあ今日はしっかり喜んで次ホームで継続して、ここにいるメンバーが次またピッチに多く立って勝てるように続けていきましょう。お疲れ様です。はい、チーズ。OK!